百十七。昔々。これもあるところに、ととと、ががと、娘の嫁に行く支度を買いに、町へ入れ行くとて、戸を閉ざし、誰が来ても開けるなよ。はぁ、あ、と答えたれば、入れたり。昼の頃、山母来たりて、娘を取りて食い、娘の皮をかぶり、娘になりている。夕方、 二人の親帰りて、織子姫子、いたかと、角の口より呼べば、ああ、痛ます。早かったなし、と答え、二親は、買い来たりし、いろいろの支度のものを見せて、娘の喜ぶ顔を見たり。次の日、夜の明けたる時、家の鶏、羽ばたきして、ぬかやの隅っこ見ろじゃ、けけう、と鳴く。はて、 常に変わりたる鶏の鳴きようかなと、二親は思いたり。それより、花嫁を送り出すとて、山母の織子姫子を馬に乗せ、今や引き出さんとするとき、また鶏鳴く。その声は、織子姫子を乗せないで、山母乗せた、けけうと聞こゆ。これを繰り返して歌いしかば、 二親も初めて心づき、山母を馬より引き下ろして殺したり。それより、ぬか屋の隅を見に行きしに、娘の骨、あまたありたり。客中、ぬかやは物置なり。